はい、どうも皆さんこんばんは。今回ですね、こちらのティンセルトラックを見ていきたいなと思います。まあ、色はですね、ほんまにもうクリスマスの色かなという感じなんですけども、ただ他にもありまして、ちょっと宇宙っぽい色と緑と黄色ですかね。で、これアップグレードがある車両ということで、何ですかね、配達料は29万3000円となっております。とりあえず見ていきましょう。なんかドローンがですね、飛んでるんですよね。お、後ろのこれ光り方がかっこいいですね。お、ね、これ右上も見たことない攻撃のアイコンがついてますね。まあ非常に非常にゆっくりですね。非常にゆっくりな乗り物かなと思います。ではちょっと攻撃をですね、使ってみたいと思います。おお、今までもですね、ワッタウォッカであれば、まあ、こういうなんか、そういえば飛んでますね。そういえば。ただまあもうちょっとこう、結構連射速度があります。撃ってる感が強いですね。ほんまに自分で撃ってるよという。ただまあ、打つ速さがですね、結構ゆっくりめかなと思うので、ちゃんと当てていくのが難しいです。おーおお、全然見てないやつが爆発しましたけど、ちょっとこれは逃げるのが大変そうです。あ、オッケーオッケーオッケー。ちょっと軽くですね、外見見ていこうかなと思います。まず正面がですね、まあ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 、まあ、もう正面はもうちょっとここになんか緑の光るやつ、これ光ってましたかね。あ、光ってますね。はい。あ、前も緑光ってます。全然違いますね。で、横はですね、タイヤのここ、中は光ってますね。まあ、ホイールの中は、まあ、ずっと光ってる感じですか。で、後ろはこれ、まあ、かっこいい。テール。これちょっとブレーキしたとき、どんな感じでしたかね。あ、ちょっと見えにくいな。中身はですね、こういう感じになってますね。うん、ちょっと邪魔ですね。お、何これ何これ何この人、なんか完全無限ループ入ってますね。何こいつ。で、ドローンがですね、ドローンがこういう感じになっております。結構動くので見るのが大変ですけども、ドローンこういう感じですね。ではちょっとアップグレードしていきましょう。
はい、190キロまで上がりましたね。第2ドローンが出てきました。第2ドローンが出てきました。はい、では見ていきましょう。ん？あれ、第2ドローンがいないですね。そんなバカな。で、しかも一発で近くに覆ったんですかね。あれ、第2ドローンがいないですね。これはバグでしょうか。ちょっとじゃあ一回破壊しに行きましょうか。ん？来ました。どっかに引っかかってたんでしょうかね。え、すげえ、ドローン動いてますね。マジか。しかもこれ結構今回破壊された時のこのものがすごいですね。ドアありますよね、ここに。で、ここにもドアありますよね。ここにもドアありますね。で、もう一個この左の後ろのドアがこうなんか立てかけられてて、でも中身すっからかんと。これ内側からは外が見えるような感じになってますね。これ後ろはちゃんと黒くなってます。ちょっとこれで一緒に動くのか見てみましょうか。おすごい、下光ってる。まさかの下光ってますね。おしかもこれ今更ですけど残骸でもちゃんとダメージ受けるんですね。前からでは全然動かないです。いやー、この下をこうひっくり返すとかやりたいですけどね。無理かな。ちょっとビッグミリタリーやってみましょうか。うわー、惜しい。あー、惜しい。お、いたい。あー、戻りやがった。くそ、向いてる方向が違う。ちゃうて。なんでちゃうて、こっち。はい、ということでですね、ダブルドローンですね。ダブルドローンで、スピードが結局何歩になったんですかね。190キロです。はい。190キロ。おお、早いです。おお。おお、なかなか強いですね。まあミニやからですかね。結構今の早かったですよね。おお、早い。あ、やばい。これ暴走。おい、何これ。オッケー、いいです。おお、なんや、あ、パトカーですね。
これにさらになんかピクセルでもつけたら面白いんじゃないですかね。色合わせましょうか。 OK、 これドローンが3匹ですね。これはちょっと逃げて写真撮りたいなっていうところでございます。いやーやっぱ遅いですね。さあさあ逃げ切ったか。 OK、 逃げ切りました。はい、こういう感じでですね、3匹のドローンを従うこともできるということになっております。じゃあこれでちょっともっと破壊を楽しんでいきましょうか。トナカイバス、トナカイバス、おっと、もう早い早い早い。おお、これで今デハイド3なんですけど、うん、結構破壊してるんですけどね。ヘリコプターとかがこうなんですか。まあ、これドローンっていうことなんで車体の向き関係ないのはやっぱいいですよね。それがすごい強いですよね、他の武器搭載車と比べると。来ました。おーおー早い。重工系どうでしょうか。あ、ちゃんとダメージありますね。おー早い早いな。お、来た。やばい。どこだ。あーちょっとこれ高すぎて見えないですね。まあアイロンホースとちょっと戦いたいなという気分なんですけど、あ、来た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 。オッケー、勝利勝利しました。ありがとうございます。さあ、ではですね、ちょっと頑張ってデハイド5から逃げ切ってちょっと終わりにしてみましょうか。どうしようかな、空港に行ってみようかな。あ、参りますね。どうしましょう。さあどこへ行く。おっと、無傷です。さすがピクセル。ちょっと戦車破壊してみましょうか。
ああ動きすぎ動きすぎ。オッケー、ナイス。さあここからもう一度逃げていきましょう。さあこれでトンネルで逃げ切りたいところです。さあどうでしょうか。あーやばい、あーやばいやばいやばい。あーこれアイロンがもうガチガチに来てますね。これもアイロンガチガチですよ。いやーこれちょっと逃げるの大変ですね。やっぱり190キロっていうのはやっぱ遅いです。あーあーマジマジでマジか。あちょっと色がですね、増えてまして、さっきまで赤黄色緑で宇宙の色とあったんですけど、青がですね、青ほんでまあ、紺色でまあこれ何色ですかね、こういう色もですね追加されてますね。これも追加されてます。紫もあります。紫綺麗ですね。紫綺麗ですね。はい、ということでですね、ちょっとこの夜はですね、こうあの下も光ります。夜は下も光ります。ちょっともうちょっと明るいところに行ってみたいと思います。ここら辺が明るいと思います。そこが明るいですね。ここが明るいですね。ここは非常に明るいですね。はい、ということでですね、今回はティンセルトラックいかがだったでしょうか。ほとんどの方がゲットできてると思うので、まあ、ゲットできてない方はまたいつか登場するのをお待ちいただければいいかなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。